社内サンタゴは神奈川中央交通が保有するバス車両の愛称である。カンナ中が1981年に会社創立60周年を迎えることを機に第二次世界大戦中に使用されていたバスを復元したもので石油代用燃料を使用した自動車である。燃料統制下でガソリンが使用できなかった時代や その劣悪な環境下でもバスを走らせた先人の苦労を伝えることが目的とされている。復元以来、本社総務部が管理し、通常は厚木営業所で保管されている。ガス発生源となる燃料に焚き木を使用している。ことから、同社では、マキバスとも呼称している。青木しげる原作の自動小説で、1950年から日本放送協会で、 子供向けラジオドラマとして放送されて人気を博したサンタ物語が名称の由来である。この作品は実際に来年者が活躍していた当時の同志川流域を舞台としサンタ少年とその周囲の人々の姿を描いている。津久井郡一帯はカンナ中の路線エリアであり作中の人物たちがカンナ中の こうした代年車バスに乗っていたであろうこと、また素朴で健やかなサンタ少年のイメージが、カンナ中のイメージと合致するとのことから、復元された代年車に、サンタの名が付けられた。復元にあたり、トヨタ FS 型トラックをベースとし、山形県の消防署で1979年まで、使用されていた消防車のボンネットとシャーシを、使用することになり、 ホイールベースを4メートルに延長した上、後輪はダブルタイヤに変更された。延長したシャーシに仮装する車体については、日本国有鉄道橋本工場製の車体を仮装した日産180型の廃車体が長野県内で物置として使用されていたため、これを使用することになった。本復元車のガス発生装置については、技術者の記憶により、 図面を作成し、板金加工によって申請された。エンジンについては、ベースシャーシに装備されていた F 型エンジンを使用したが、キャブレターを切り替え式とすることで、ガソリンでも走行できるようにした。1981年6月に復元が完了し、カンナ中の沿線各地で展示が行われた。同年8月には、東京、 神田の交通博物館で展示も行われ、その後も、戦中、戦後をテーマとしたイベントなどで、年数回程度は、沿線街でも展示されることがあった。1989年に公開された映画、黒い雨でも当時のバスとして使用されているほか、1988年に公開されたアニメーション映画、隣のトトロにおいても、本車両をモデルとしたバスが登場している。 しかし、1990年になると、エンジンの第6シリンダーのシリンダーブロックに亀裂が生じたほか、ガス発生装置の寿命があり、自走が難しい状態となった。折しも、翌1991年は、カンナ中の創立70周年を迎える年であり、故障箇所を修復の上再度巡回展示を行う、方針が決まり、 1991年2月に更新が行われた。ガス発生装置のうち、発生炉については内側から錆が生じていたため、再度申請された。発生炉以外の部分については劣化は見られなかったため、そのまま流用されることになった。エンジンのトラブルについては、シリンダーの内径をボーリングにより拡大の上、スリーブを挿入することで対処した。 電気関係の機器も一部交換された。塗装も再度更新され、1991年6月から7月にかけて創立70周年記念行事として沿線各地で展示された。また、1992年に北海道中央バスが創立50周年記念車両として来年車を製作する際にはガス発生装置について、 サンタ号を参考にしている。しかし、エンジンそのものも、走行距離3万キロ程度で、オーバーホールが必要なところを、1991年時点で、すでに走行距離は5万キロに達しており、老朽化が進んでいた。また、伝送品が6ト仕様となっており、6トの大容量バッテリーの入手が困難で、またバッテリーを1 2トに交換すると、伝送品も、 すべて1 2ト仕様に交換することになり、車両本来の姿が損なわれる。このような状況から、2001年の時点では自走はできない状態になっており、通常は非公開であるが、2007年10月に、海老名市で行われた小田急ファミリー鉄道展での展示など、イベントでの展示などが行われることがある。前述のように、ガソリンでも、 走行可能な仕様となっているが、復元以来実際にガソリンで走行したことはない。ありがとうございます。